っしゃ、行きましょう。雪男の村なんですが、まあちょっとこの辺探索します。はい、出た。もうこの辺で雪見アイス出てくるのかい。まあでもレベル上げははかどるかもしれない。てかお金も結構稼げるかもしれない。ガンちゃん HP めっちゃ上がったね。いいね、そう来なくちゃね。まあこの辺で雪見アイス買ってちょっとお金と経験値貯めてもいいのかなという気はしますが、まあ先に進めるんだれば先進みたいですね。でも当たり前にこいつら出てくるようだとちょっと道中つらいよね。ラッキーがガンちゃんがなんかね攻撃に参加できればもうちょっと楽にね雪見アイス削れるんだけど。よし、オッケー。150コルド。アイスハーブ。アイスミン、捨てるか。これでなんだったらもう溜まったか？まだか。600いくらだったっけか。ごめんなさい、ちょっともう一回いきますわ。600いくらだった気が。650か。まあ約あと200円ってことね。行きましょう。ちょっとこっち行ってみてのカニモンス。いやーダリーはダリーんだよな。これこそ動画で一掃できないですかね。いやいけると思うんだよな。あー、オッケー、いいダメージ入ったわ。このカニ系はさ割と度が入るんだよね。こっちは出たアイスストーン。こいつあのタイマンで戦ったらね結構強かったんで。ただ3人だったら3つの力を合わせればまあいけると。あー、オッケー、こっち行き止まりね。あー、出たカエンマ。まあクルスとかクルスちょっと忘れちゃうんだよね。この辺の効果どういう効果があるのかちょっと分かんないけど、よし、効かなかった。まあ状態異常なんでしょうけどね多分ね。まあとりあえず一体は削っておきました。一体は削っておきましたがだよね。よし、はい、オッケー、アザッスオッケー。まあこれでお金貯まったんじゃないか多分。よし、溜まってるね氷河の服。多分ラッキー先輩。はい、オッケー。まあまあまあ宿賃ぐらいはちょっとね残しておきつつ、いやでもですよこの感じでさまたね進んでいくってのはちょっと厳しいよね。連戦できるような戦い方じゃないんですよね。いやどっちこれ、この丘の上登っていこうか。どっちが正解ルートなのか。あーでもどっちでもいけるみたいな感じか。どっちでもいけますよ的なことね。アイスストーン、やっぱ数減らす方向でいきたいよね。待てこうしてこうでいいんじゃないの。いいね、骸骨虫の体当たり。
はい、ナイス、アザス、オッケーっす、オッケー。31、あー、やっぱ、アイスストーン攻撃重いね。ナイス、最終順位。オッケー。アイスミン、結構アイスミン、捨てていきますね。ドロップしていきますね。おっと、人面岩。硬えのかな、これ。いやー、勝って、カッチカチじゃねえか、こいつ。いやー、しかも2回行動で結構攻撃重い。いきなり強いの来た。いきなり。いや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 。いや、ダメか。追い込めるとこ、追い込むところまでいかないか。オッケー、今のクリティカル出たからいいもののだよね。光出たからいいものの、ちょっとさ、なんともかんとも、うんともすんともだよね、これ。まあいいや、行こう。ちょっと中途半端なところで、わー、出た出た出た。いや、もう買いまで行くでしょ、ここ。あー、守る、まあ適当に殴りで一体でも多く、ちょっと早めに落としてほしい。はいはいはい、オッケーオッケー。コールはまあこっちのダメージだからいいんだけど、よしで火炎魔、守る守るでいいでしょう、もうこれ。よしいいね。はい、あざっす。225の経験値、これはね、美味しいよね。うわー、マジかー。いやー、まあ、数減らすしていこう、ここ。確実にね。よし、OK。ミハギト。マジか、ミハギと使ってきた。おっと、ガンちゃんだけ、ガンちゃんだけ剥がされた形。ガンちゃんだけが、なかなかだもんね。3人一体で攻めても、一旦でこの追い込めるところまでいかないもんな。アイスミン、アザッス、ちょっとどんどん使ってこっか、これ。アイスミン、結構な率でドロップするから、割とガンガン使ってってもいいのかもしれないですね。あー、こいつは嫌だ。めんどくさい。めんどくさい敵とは戦わない。それが一番大事。おー、追い込んだ、ベト。効かなかった。スピードが落ちた。まあ、ガンチャンに関してはスピード落ちても、落ちたとてって感じだよね。もう遅いの折り込み済みだから、あ、クレバスがここで出てきましたよ。クレバス、まあこいつそんな HP 高く、わい !HP 高くないから大丈夫って言おうとしたらもう空振ったっていうね。空振りはダメよ。空振りは、しっかりミートして、ミート。まあ、どっちにしても2ターン上がっちゃうから、まあ、この後ミスしなければ、大丈夫ではあるんだけど、ただね、そういうミスってね、2回続いたりするからね。OK。一つのミスでね、致命傷に陥るというね、そういうことありますからね。スポーツでもそうですしね。ラッキー守るでいきますか。いや、もうラッキーもガンちゃんももう守るでいいや。どうせ2ターンかかるんだから、替え間2回使うんだから。よし、はいはいはい。これただなんかのエアコンじゃねえや、クーラーを直すみたいな感じでさ、旅に出たけど、やっぱあのボス的なやつっているんじゃないのかな。
温暖化の原因になるみたいなやつが、なんか松岡修造みたいなやつがなんかいるんじゃないのかな、これもしかして。さすがにクーラー3つね、クーラーのとこ行ってさ修理して、はいありがとうございましたで終わるわけないっすよねと思ってるんだけど、どうなんだろう。まあ行ってみないことには分からんよな。よし、また岩がありますが、力持ち、今疲れてて、お前全然ダメだね。今疲れててってお前 HP 全開に近えぞ。あれかな、条件あんのかな、なんかその特技使ってさ、岩どかせた、その後ずっとしばらくは特技使えませんよみたいな、なんかそういうのあんのかな。いやー強いな、またちょっと待って、いやこれはダメでしょ。二者空振りってそれはねえぜ班長だよね、これ。くそー、やるじゃねえか。まあとりあえず一体落とした、確実に一体ずつだな、これな、落としに行かないとだな。オッケー、いやーでも経験値とお金はすごいわ。まあこれだったら納得だわ。ガガンビ、オッケー。ガガンビを覚えました。じゃあこの岩はとりあえず今ちょっとどうこうできるものじゃないってこと？か。そういうこと。ちょっと先進もうにもさ、ちょっとこれ厳しくねえすか。ね、ほら、なんだろうこれ、亀裂みたいなの入ってるけど、ちょっと待って、どうすんのこれ、どうすんだ。ガガンビ言ってくれ、どうすんだこれ。いや汚ねえのかい。しゃあねえわ。ちょっと待ってくれ、ここで行き止まりになっちゃったよね。ある程度の時間とか歩数を、今疲れててじゃねえんだよお前、今こそ発揮しろよお前。今こそよ。くっさあ、まあしゃあねえな。オッケー、なかなかちょっと困ったね。いや基本一本道だったよね確か。だよね、こっちから来てますよね。ダメか。あ、出た。出ました。でも、ガガンビ入るんじゃない？多分。いやー、ちょっと待って。これどうしたらいいんだろう？どうしたらいいんすか？脱出？まさか脱出でもないだろうしな。いやー、入らねえのかい。まあ、入る敵と入らない敵いるな。ガガンビちょっと微妙っすね。全体に行くのはいいんだけど、ちょっと微妙だな。
オッケー、あざっす。いや、また出た、また出た。どうしたらいいのかな。いやー、ちょっと待って、ペンタ君の調理器がもう結構なくなってきてる。火炎もあと4発か。まあでもワンバトルで一発撃って、あと殴りでどうにかできれば、確実に数減らしに行こう。よし、オッケーオッケー。だいぶあれだね、攻撃もさ耐えられるようになってきましたね。オッケーオッケー、よし。まあそれはいいんだけど、これどうすんのこれ。いけなくない。どうすんだろう。本当に本当に分かんない。本当に分からん。うわー、なんかシェンロンみたいなやつ出てきたけど、エレキラドン電撃。うわー、つえー、マジか、つえーなー。いやでも追い込んだ追い込んだ。うわー、からそこから無理。ダメよ、そこから無理はダメよ。いやー、くそでね、ワンアウト2、3塁のチャンスで空振り三振みたいな、せめて当ててくれっていうね、内野ゴロでいいから当ててくれっていうところだけども、ちょっとマジでどうしていいか分かんない。もうこれダメだわ、完全に行き詰まってるわこれ。いやいや、今疲れてじゃねえんだよお前。誰もいない、探す。いやー、ちょっと、これか、金玉か、こうか。ああ、こういうことか、こういうことか、こういうことだったのか、今気づいたわ。いやー、ちょっと余力がだいぶなくなってきてるけど、まあそれでも行くしかないな。もっとさ、なんだろう、後から使うのかなと思ったけどね、金玉ね。今もうこれすぐ使うんかいっていう感じだよね。確実にダメージ与えたところを確実に潰していく、確実に数を減らしていく。 OK、 いいんじゃねえすか、いいんじゃねえすか、これで。え、 OK とはいえだよね、徐々に徐々に自利品になってきてる。次の町を早く見つけないとまずいっすよこれ。戻りんで戻らなきゃいけなくなっちゃう。いや、結構歩かせてくれてるけど、このまま抜け切りたい。よし、オッケー。でまたこれか。いや、ちょっとごめん、逃げるわ、逃がしてくれ。オッケー、オッケー、オッケー。この、おお、なに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 、いきなりダンジョンなるんじゃねえよもう。これキルスライダー、これボス戦とか。わあ、つえー、ララバイつえーな。あー、なんかダメくせーかも、これもう、これも逃げられない、くさいっすよ。あー、ほら3回ダメだったらね、多分これ逃げられないわ。
死にかかるか。攻撃が散ってくれてありがたいですけど、ホスピル行きます。ララバイ、あぶねえ。いや2回か、2回殴りはダメよ、2回殴りはダメっすよ。アイスンガガンビ、ちょっとこれでどうよ。あ、入る入る入る、アイスン結構入ったね。ちょっと待ってくれ、火炎魔、火炎魔入るかな。倒しきってほしいんだけど。どうだ、いやーダメかー、マジかさあナイス、落とせない、クリティカル入ったのに落とせない。いや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 これレベル上げだな、マジか。これちょっと全然じゃない、全然太刀打ちできなかったよね。アイスンで結構ダメージ入れたけど、その後クリティカルも入ったけど全然弱りもしなかったもんね。もういきなりダンジョンになったしさ。あそこ抜けなきゃダメなのかな。しかもあの感じからいくと多分ね、逃げられない感じだよね。3回断られたから、3回断られたら大体はもうダメなパターンなんだよね。レベル上げなきゃダメかな。マジか、もっとレベルか。ちょっと待って、違う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 、戻れ。経験値1687、あー4700、あー遠いよね。まあ今のところ装備はフル装備、やっぱレベルか。まあ HP 管理もうちょっと気をつけながら3人で一斉にかかれば、まあ1体ぐらいは落とせるかなって感じではあるけども、でもそんな戦い方ね、毎回毎回したらあっという間に自利品になっちゃうし、まあそもそも論でこっからあのダンジョンに行くまでの距離が結構あるから自利品になっちゃう気もしないでもない。ちょっと調理器のさ運用の仕方とかもちょっとこれ考えなきゃダメだな。アイテムもね限りあるからな、持ち込める限りがあるから。はい、まあちょっと早いですけど今回ここまでにしておきたいと思います。ちょっとと作戦を考える、まあ考えたとてなんだけどね、やれることってかなり限られてますんで、まあいいとこアイテム持てるだけ持ち込んで、なるべく調理器を抑えながらって形になるのかな。でもあのダンジョン抜ければね、なんかまた大きい町ありそうな感じの雰囲気だったから、位置的にまあなんとかあそこ抜けて、まあその後が最終地点、最終目標地点になるのかな、って感じはしますけどね。はい、まあということで次回以降も頑張ります。ご視聴ありがとうございました。